いやアイテムこれだけですくそ肉も切れやがった。マジかよ、この絶望的なさ状態で裏眼筋を倒せって言うんだからな、鬼畜だよな。いやこれはきついぞマジで。ちょっともうね、あとねもう一丁つできるわけですが、何疲れてんだよ、疲れてんのはこっちだっつうの、本当にな。もうこいつは何なの、なんで存在してるのお前は。はい、もうねとりあえずは、はい、あんま意味ないと思うけど。で4番に行くと、足引きずってもな、捕まえようもないもんな。なんか食べてる、岩食べてるのかな。ここでゲージをためのいいの、なんだお前は草食獣邪魔だよ。なるべくダメージを受けないようにしながら攻撃を入れていく。うーん、こいつはきついこれはきついぞ本当に。あれだな、やっぱりキャンプにさ毎回行くしかねえな、こりゃきちいな、きちいな、いけもう。うわ一撃が重い、重いな。え、裏眼筋ってこんな強いの、マジかよ。あーさよなら、強いな。マジか、想像以上なんだけど。ありゃもうこれしょうがないな。疲れないね、やっぱり攻撃が通らないってのが痛いな。お、足を引きずってはくれたが、足を引きずってはくれたんですが、こっからが勝負だな。さあやつが死ぬか俺が死ぬかうわこれは厳しいぞ。足を引きずったけどこっからがこいつ長えと思うんだよ。マジでダメージ受けたらキャンプに戻る勢いでやらないとダメだな。あんなに一撃が重いと思ってなかったぞ。 P2G のティガレックス並みに重いぞ。あれティガレックスもうちょっと大きいかダメージ。ほら待て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 、ダメージを入れさせろ。くそー、爆弾もねえからさ、寝てるところを襲ってもしょうがねえんだよ。くそー、てかクーラードリンクもさ1個しかないからさ、時間も早めに狩らないとさ、これクーラードリンクなくなって暑さで死ぬぞ。あだから一回研いでこないとダメだな、ちょっと待ってねちょっと待ってね俺はあー何飲んでんだバカ、うーわもう夢も希望もありません、もうダメだこれ。くっそうか、この野郎。あ、だから尻尾に攻撃を与えてちょっとでもいいダメージは入れろ。砥石もあと3つか。いやーこれはきついぞ。過去まれに見るきつさだな。
もうずっとそれやってろ。あー怒らせちゃったいやー怒らせた。でもさ、ちょっと待って、時間ねえんだよな。ちょっとずつでもいいからダメージ入れていかないと。無理は禁物だけどね。あー上から来るな。ちょっとさ、これ卑怯ですけど他のマップに逃げようか。で、やつが落ち着くところを見て、今上にいて、でこれすごい距離ぐるぐる回りますから、回ってるね回ってるね、すんげえ勢いで回ってるよ。で止まるでしょ。そしたら行こう。すげえ回避方法、すげえ自利品だなこんな狩りしたくなかったからな、実況で。くそー、もう二度とこいつは狩りたくねえな。あ、危ない、危ない、危ない、危ね、やばい、やっちまったか。溜まったから、溜まったから一撃一撃入れたいんだけど、ちょっと待ってね、動きを止めてくれないとやだな。ここだ、よし来た、ここで入れろ。これで死なねえんだよな、もう怖いな、怖いな。あ、夏だから階段の時期ですね。怖いな怖いな怖いな。そんなね、ネタを入れてる場合じゃないんだよこっちは。おお、なんか尻尾切った尻尾は切ったけれども、本体も切らなきゃ意味ねえんだよ。あーくそ、うるせ。また潜ったよあの子は。ちょっと待って、一旦研ぎたい。出口どこ、出口どこ、出口どこ、こっちか。うお、こいこいこい、いやなんだこの狩りは。はい、また移動してますね。とりあえず尻尾切れたから、尻尾の素材だけ剥ぎ取りたいな死んでもいいように剥ぎ取りたいな。いやーちょっと待って、これ怖いよ、いやー怖いな、怖いからペイントもう一回つけとくか。まだ死なないか。あと何発入れればいいんだい、あと何発だい。怖いよ、この緊張感が嫌だよな、こういうモンスター飼ってる時って。よいしょ、早く死ねよまだかよ。おーおー、揺れる揺れる揺れる、やばい、体力もなくなってきた。これは死ぬことでしか解消されないぞ。なんで死んで空腹が満たされるのかわかんねえけど、死ぬしかねえぞ。移動？上？どっちだろう。あー上だな。ちょっとしょうがないな。ちょっとね、下手にダメージ受けるよりはいいからね。ちょっと卑怯な手で大変申し訳ないですが。で、ギリギリで止まるでしょ。で、そしたらここにいるから、オラ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 、おーおお、奇跡、よっしゃすげえ、やったぞ、なんちゅう狩りだ。あ、ちょっと待って、本体から剥ぎ取った方がいいな。やったー、もうやだこいつ狩りたくねえ。やったー、すげえ奇跡が起きたよ。最後の良かったな、ひるませながらのね、決めたね。いやこれはね
一番嫌なモンスターで一番苦労して一番嫌な戦いだったけど一番感動したね。いや一番が詰まってる狩りだったな。あれこれ尻尾2回じゃなかったっけ、1回だけしか取れないっけ。やったぜ、なんだこの狩りすげえな。危なかったな。いや奇跡がね生まれたね。報酬は微妙だな。うん、お守りもゲット。 OK。 はーい、もうやだ裏元金やだ。あ、これで出るんじゃない。まだかな。うん、村の者が誰も避難しておらぬではないかとな。うん、それが困ったものでな。雑貨屋の娘は自分がおらなんだら一体誰が薬や道具を調達するのかと怒りよる。こん坊の若いのもお前さんのために最強の武器は何なのかを探求するんだとかなんとか、しまいにはあの料理上手のアイルーマでもが腹が減っては狩猟はできにゃいなどと抜かす始末でな。せがれに子供たちだけでもと思って連れ出させたんだがの、ついさっきこっそりと戻ってきていたのを見つけたところだ。誰も彼も口を揃えてハンターさんを信じるの一点張り、お前さんの勝利をかけらも疑っておらん。本当はあの村の中が空になったところで大概流狩りは諦めるようにともう一度お前さんに説得するつもりだったのだ。だが今は違うぞ、わしもお前さんを信じる心の底からな。すでに準備は整っておる。お前さんさえよければいつでも大概流ナバルデウスの撃退に迎えるぞ。お前さんは誰もが認める一流ハンターだ。持てる力、技、知恵、それらのすべてを思い切りぶつけてこい。そして必ず無事に戻ってくるのだぞ。お、このモガの村にはかつてない危険が迫っています。なのにご覧の通り誰も避難しません。私はこう見えてもギルドの仲介役ですからね。きっちりと現状を報告しておきましたよ。経過報告、村の住民は整然と避難を完了。ただし安全確認のため仲介役とハンターの両名は駐留を継続これならば強引に戻るとは言えませんよ。大義名分が村人を守るためですからね。名付けてザ・時間稼ぎ大作戦。ほう、はーい、ちょっと長いな話が。緊急クエスト来たよ。ナバルテウス特殊条件、俺ちゃんも一緒に行くっちゃバイチャチャ。ほう、海底遺跡、時間が35分ですね。ナバルデウスか。ナバルデウスに果たして雷属性は効くのか。来たか。すべての準備は整っておるぞ。はーい、はーい。ちょっと待って、お面をもうかぶせたんだよね。さあ行きますかね。モガの村じゃない森じゃない村だ。大丈夫か、最後だぞ。モガの村を救え、ナバルデウス一体の撃退ですね。行きましょう。行けるかな。これが多分もう最後のクエストだと思いますんで、撃退をしていきたいと思います。制限時間が35分と普通のねクエストとは違って15分だけ短いんですよね。トライシーンの時どうやってたかな。ナバルデウスはね、あああれです。いやーでかいでかいモンスターや。おー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 、おひげがすごいね。こいつを狩ろうってんだからすごいよな人間が。さあ、お、無事についたようだな。やつは、ま、お前さんの足の下にいる。はい、体力を奪い続けて奥の洞窟遺跡まで追い込むこと。中途半端な状態に逃がしてどでかい地震でも起こされたら村は終わり。はい、とりあえずは奥の方まで行かなきゃいけないんですね。戻り玉使ったっけ。オータル爆弾、
さあ行こうか。ペイント使うかな。全部でマップが3つあるんですね。どこだ。おお後ろか。いやー、どでかいですね。とりあえずは攻撃をしてみましょう。とりゃでかいな今までのモンスターとは比べ物にならないの。よいしょ、この大きさは。おお、なんか食らったぞ。無理に突っ込むのも危険かな。あ、これだけで食らっちまうんだ。結構なダメージ量だな。はい、サンキュー。攻撃がしにくいな、これは。とりあえずこの辺かな。攻撃が入らないんだけど。ん？どういうこと？これあれかな、ヒゲのあたり狙った方がいいのかな。痛えな。やべえ、全然攻撃が入んねえぞ。お、止まった。ちょっと先が読めないな。とにかく攻撃するしかないか。ああもうせっかくゲージ溜まってんのに入らないね。あーくそ、この手に当たるとダメなんだ。もうこんなやつ覚えてないよ、トライジン時の記憶なんてないもんな。下手くそやな。え、マジで攻撃が入んねえぞ。ちょっと待って、ちょっと待って全然ダメージが与えらんねえ。場所変えよう。これダメだ。ちょっと待って、攻撃が全然当たんねえんだけど。この辺の方がいい。あ、もうゲージなくなってんじゃん。この手も厄介だな。ちょっと待って、もう少しで溜まるから。よいしょ、硬い。くそ水中戦が苦手なのにさ、なんでトライのラスボスをさ水中戦に持ってきたかね。まあ、今回の売りだからね。応急薬足りねえよ。すごい壮大な曲なのはいいんだけどさ、戦い方がすげえかっこ悪いんだけど。ほら、あれ全然攻撃が入んないよ。すげえ、なんか自分でねやっててもイライラするこれ編集するときすげえイライラするんだろうな、見てて。待って、うおー結構でかいねダメージ。これさ大丈夫かな、35分で枯れるのかな。すげえガチャガチャ言ってると思いますが、これぐらいは当てたいぞ。よいしょ、いった。ほら、よし、ちょっとずつ入り始めたぞ。あ、やばい、なんか来る。ん？移動か？はいやー、痛い。あの手の攻撃ムカつくな。地味に腹が立つぞ。くそ、こいつゆっくりどうすんな。ダメだ、ここじゃダメージ入んないよ。当てにくい、ちょっと前に行くか。
前まで行って、で、ここで止まってるから、ここを攻撃しよう。もうなんだこいつどこが顔だこれ、これ顔、うなんか攻撃してる、なんか攻撃してる、おお、なんか撃ってる、なんか撃ってる、うー怖え、そんな攻撃あんのか。まあ今当たんなかったからよかったけど、あんまり顔に近づきすぎるとああいう攻撃も受けちゃうんだね。うわ、こっち向いた。背中に回った方がいいかな。おお、なんか幻想的というか、なんというか、そんな感じのモンスターですね。行っちゃおうかな。待てよー、おい、すごい、なんか中国でかかってそうな音楽だね中華っぽい。はいやー、いてててて、ちょっと切れ味が切れ味が切れ味が、よし、グレートちょっと飲もう。で、切れ味を戻したところで、入れ入れ入れ、はい、うわ見えない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 、どこだ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 、ここか、ほいほい、よいしょ、もう一丁いけるか、ほい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 、はいや、もう切れ味落ちるもんな、ようやく落ち着いてきた。何がモンスターどもって1体しかいないよこれ戻り玉どっかで使うんだろうな、ちょっと回復使いすぎかな、そんな気はするけど、砥石は一応20個持ってきてるからガンガン使っちゃおう。よし、とりあえずはまず2番まで持ってった。時間かかりすぎかな、当たらないように回り込む、おー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 、ちょっと切るんだ、たまたまだったんだけどごめんね、当たってない、前の部分と尻尾は危険だって言ってたね、前まで回り込む、こういうことか、うわ、いててててて、痛いな、うお、重いな、重いぞこれ、一旦奥まで行ったら戻るのかな、戻り玉があるってことはそういうことなのかな、もうどうなんだっけ、覚えてないんだけど、昔のことすぎて、ちょっと待って、はい、結構ヒゲカットしましょうね、痛い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 、どうもあのこの手がうざいな、手切れないかなスポーンっつって切れたりしたら面白いななんて思うんですが、オラ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 よいしょ、あ、よいしょよいしょよいしょ、あっつ、長いね、さっさと奥まで行きなさいよ、もうもう一気に片付けようぜ、もうこんな長ったるくさやってないでさ、めんどくさいじゃんお互いさっさと蹴りつけようぜ、おーおーおーおおお、よいしょ、ここだ、はい、はいよー、もう一丁もう一丁もう一丁行こう、ドーン、
まって最後の一撃でよいしょ。いいね、ウィーね、ウィーだけでウィーね、本当に。はい、よいしょ、だいぶ慣れてきたかな、私も慣れてまいりましたよ、こいつの狩りに。よいしょ、でもミスるでもスカ、ここまで行ってここを攻撃すればいいんだな。こいつ V 破壊とかあんのかな。あ、でも角壊れそうだね。ほい、でもこれまだ前座なんだよな確か。本番が確かね3番のマップでやるんですよね。移動移動した。おー、なんかすごい綺麗なところに来ましたね。お、綺麗だね。あった、もうちょっと頑張って、早く泳いで、追いつかないよ、早く泳いで早く泳いで。うわ、撃ってくるぞ、うわー、すげー水鉄砲や、すげーな。ポケモンの水鉄砲もきっとあんな感じだろうなハイドロポンプか、あんな勢い出せたら。水鉄砲っていうレベルじゃねえな、絶対ハイドロポンプだな。はい、おーっと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 、いい、ほいほいほい、よいしょ、どこここ、今こいつの体内にいたぞ。結構ダメージを与えてきましたよ、いいんじゃないでしょうか。剣の威力落ちてきたね。あ、待って、なんかしてくんじゃない、突進。おお、なんだなんだ、見えなかったけど大ダメージ食らった。なんだ、ビリビリ言ってる、何これ何これ何これ、いてててて、なんだなんだなんだ、誰か支給品を支給品をオーラに分けてくれ。ちょっと酸素が足りなくなってきた、ちょっと待ってよナバルデウス、ちょっと待って、あんたねペイントが切れてんのよ痛っ、尻尾、ちょっと待って、グレート使いたくねえな。あいつを攻撃して弱らせるのじゃ、方法をお任せするのじゃ、分かったけどさ、いててて、尻尾邪魔だな。え、なんで尻尾こっちに来んの、うーん、そ、近づきたいんだけどさ、全然近づけないんだけど、うお、ちょっと待って、一撃が重い、これだけじゃ死んじゃうかもな、あーやべえな、回復薬が欲しいな。おーっとっと、こっち角当たった、おお、尻尾の攻撃だ、はいはいはい、なんだなんだ、なんかひるんだぞ、はい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 さはいさ、もう移動すんじゃないの、移動しちゃいなよ、 You 移動しちゃいなよ、 You、 あ、これで移動すんじゃない、待てこら待てこら、早えな、3番が最後なんで残りの20分ぐらいでこいつを狩らないといけないんですね。ハードですね、なかなかに。ちょっと待って、あ、こんがり肉食えないのこの中で、へえ、マジか。してこの爆弾をどこで使えと言うんだい、町長、いや村長。おお、突進してる、よし追いついた、なんかやるんじゃない、ほら突進だ、ありがとうちゃちゃ、攻撃して、あ、攻撃じゃない、回復してくれたね、
近づけ。当たってくれい。微力だな。超微量だったな。回復がこれで足りるかな。